出撃？私もこれから何度目かわからないこいつのお仲間探し。別に俺は一度も姉ちゃんに付き合ってくれなんて言った覚えないんやけどな。さーて、今日はどこを探そうか。聞こえんふりすんなや。ま、ええけどな。せっかくやし、あんたも一緒についてきてくれへんか。この姉ちゃん一人だけやと正直おっかなくてかなわん。失礼な。なんや姉ちゃん、口止めされとった俺らの珍道中全部話してええんか。こいつもこう言ってることだし、一緒についてきてくれないかな。おお、あんたなら大歓迎やで。姉ちゃん置いてってもいいぐらいや。あんた、いつか覚えてなさいよ。聞くタイミングがなかったから聞いてなかったけど、探している子ってどんな子？カマロッツのことか。そりゃもう俺によく似たべっぴんさんでな。のろけはいいから。どうしてあなたはそこで私を見るの？カマロッツはな、俺のつがいや。出かけてなかなか帰ってけえへんから、なんや仕方ないなと思って俺が探しに出てみたんやな。そんならエネミーに襲われるわ、見知らん奴らが散々うろついとるわ、よくわからん姉ちゃんに襲われるわ、肝がられるわ、ほんま散々やで。あの時は動転しててごめんとしか。でも人探しも手伝ってるんだし、チャラよチャラ。自分から強引に手伝ってきたんやろ。なあ姉ちゃんよ、自分勝手とかよく言われへんか。言わせないわよ。開き直ってすらいない。おーい、カマロッツ、カマロッツ。ここにもおらんな。よっしゃ、次行こうか。そのカマロッツってこと、ずいぶん長い間会えてないけど、その大丈夫なの？ああ、カマロッツがくたばってないかってことか。そんなん姉ちゃんが気を使うようなことでもない。誰だって死ぬときは死ぬんや。そりゃそうだけど。でも俺はあいつが元気でピンピンしとると思っとるし、そのうち見つかるとそう確信しとる。それはカマロッツもきっと同じ。俺のことを信じてるし、待ってるはずや。だったらあとは俺らにできることをやるだけやろ。そうね、そういうもんね。よし、頑張って探すわよ。いや、姉ちゃんはあんまり頑張らんでほしいんやけど。なんでよ。定計則や、わかるやろ。相変わらずおらんな。あれ、この奥調べないの？その先はおっかないエネミーの住処や。探しに行って巻き込まれたら元も子もないやろ。大丈夫よ、今は私たちがいるし、大抵のことはなんとかなるわよ。大抵のことは姉ちゃんじゃなくて、こっちの人がなんとかするってことやろ。それ
よね。何この振動。なんでや、大して騒いどるんやろ。あ、ほら、あそこ見なさい。なあ、カマロッツや。なんであんなところに。迷い込んじゃったとかその辺でしょ。それより助け出さないと。あのエネミーは私たちが引きつけるから、その間にあの子を助けなさい。じゃ、姉ちゃん、そない危ないこと任せられって。危なくてもなんでもね、やらなきゃならない時はあるの。ここで決めます。
ない。今よ。ほんまになんとかしてまうとは大したもんやな、あんたらは。こっちのねぎらいはいいから、そっちはって無事だったみたいね。なあ、俺もカマロッツもこの通りピンピンしとる。ああ、救難信号の謎も解けたわ。迷ってるうちに発信装置を押しちゃったみたいね。なんでここにアークスの装置があるのかってのは不明だけど、誰かの落とし物かな。姉ちゃん、本当に感謝な。え？あ、いや、そんな、私大したことできてないよ。いや、そんなことないで姉ちゃん。実力は足らんかもしれん。自分勝手やし、おっちょこちょいで正直目も当てられん勢いやった。余計なお世話よ。でもな、俺は知ってる。姉ちゃんが必死で探してくれた、見つけてくれたってことをな。だから胸張って感謝受けてええんやって。あなたなあ、でも自信は持たんといてな。被害者は俺らだけで止めとかんと大変やろうし。うわあ、危な。何しとるじゃんボケ。あら、ごめんなさい、エネミすぐそこにいたから。釣ってるの思いっきり俺やん。行け、せっかく見つけ出したんだから仲睦まじく去りなさい。言われんでもそうするわ。感謝して損した。ありがとうな。はっ、どういたしまして。疲れた。それじゃ、私たちも帰還しよう。